よく来たね。うんうん。おお。やれ。神妙にしろ。ほら、お奉行。なんつわ。すいやせんね。足は草風呂っていうご覧の通りの薬売りでして。ところで旦那、ここにご用ですか？ああ、いや、鬼と聞こえた天原の奉行所に旦那のような優しげな方がどのようなご用なのかなと。好奇心、猫を殺すというぞ、薬屋。貴様、昨日もこの辺りをうろうろしていたな。こんなところに薬のようなどあるわけがなかろう。怪しい奴め、犬に違いない。めっそうもない。足はただの薬売りで。問答無用。ここで成敗してくれる。お助けを。貴様も仲間か。ならば共に成敗してくれるわ。行くぞ。なかなかの腕だな。だが、貴様の剣はすでに見切った。この天原を守るため、死んでもらう。行くぞ！ちょっとお待ちなさいって。これは、中村さん。郷四郎ちゃんにも困ったものね。仕事熱心なのはいいけど、やりすぎは良くないわよ。お言葉ですが、私は幕府の犬を。そんな人どこにいるの？この人のこと言ってるの？ね、郷四郎ちゃん。
幕府の密偵が真っ昼間から同心と切り合いすると思う？ですが、確かにお役目は大事だけど、誰にでも突っかかっていいというものではないでしょ。わかりました。その浪人については中村さんが責任を持つということで放免しましょう。お主、この町で面倒など起こすなよ。ごめんなさいね。郷四郎ちゃんもいい同心なんだけど、お奉行に浸水しきっちゃってガチガチなのがたまに傷なのよ。でもあの郷四郎ちゃんと互角に戦うなんて、あなた強いのね。あたしすっごく気に入ったわ。あたし中村宗介っていうの。郷四郎ちゃんと同じ同心よ。ねえ、ところであなた、奉行所のお仕事をしてみる気ないの？あなたみたいに腕の立つ男が奉行所に協力してくれれば、この天原も住みやすい町になると思うんだけど、どう？その気ならお仕事紹介させてもらうわよ。もう釣れないのね。まあいいわ、私は奉行所に戻るから、いつでも声かけてちょうだい。